真心ポッドキャストソロ豆の独り言。どうもこんばんにちは、中村豆千代です。いやー、霧雨ですかね。一日中雨が降っていた月曜日でございます。で、みんなが聞く頃にはもう晴れてんのかなって感じですけれども、まあなんかこうあれだね、あんな霧雨っていうかね、霧みたいな雨だと傘を差してても差してんのか差してないのかそんなに変わらないっていうか、なんかそんな気分になりつつめげずに傘を差していた私でございます。はい、でですね、まあいつものお題ですな。今回は、公演。まあ、公演中わけでもないんですけれどもね、まあ、近所にも公演はありますし、まあ、この間ですね、どっか公演に行きたいということで、昭和記念公園か、新宿御苑か、六義園、か、どれに行こうかって言ってて、結局、一番近かった、行きやすい、新宿御苑に行ってきました。はい。で、ぶらぶら歩いてたらですね、なんと、ちょうど、まあ、バラの時期っていうのもあるんですけれども、たくさんのバラが、ガーデン、バラのガーデンができておりました。たくさんの品種があって、とても綺麗でした。はい。うん。なんかさ、バラってすごいよね。よくわかんないけど、たくさん品種改良されてて、色とかもすごくたくさんあって、紫、赤、オレンジ、なんか薄ピンク、濃いピンク、真っ白、黒っぽい赤、あれ一応ブラックローズって書いてたかな、なんかそんなのとか、花だけでも、同じ茎から咲くバラなんだけど、濃い色と薄い色が一緒に咲いてたりとか、一つのバラの、その花、お花の中で、グラデーションができていて、赤と、ちょっと白が一緒にこう、あるバラとか、なんか、そんなバラもありました。はい。不思議でした。知ってる人はね、まあ、バラってそういうもんですよ、みたいなのかもしれないんですけど、いや、知らなかったので驚きでした。はい。そして、たまたまそれに巡り合ったので、びっくりでした。5月、違うか、4月終わりぐらいからかな、ずっと、電車の中の広告とかでも、バラ園の CM 中か、中吊り広告とかが結構あって、葛西の方だね、とか、西葛西どこだっけ、なんかそっちの方とか、あと、西武線も西武遊園地の方かな、西武球場の方かな、なんかそっちの方でも、なんか、バラとガーデニングショーみたいな。とかを、やってて、まあそういう時期だったんでしょうね。たまたま行ったらあって、わーってちょっと驚きました。はい、とにかく綺麗で、なんかちょっと得した気分になりました。それを見に行ったわけじゃないんだけど、たまたまそういうね、綺麗なお花たくさん見れて、ちょっと幸せ気分を満喫させていただきました。ね、なんかさ、お花ってその時期時期で、
移って変わっていくんだけど、ね、本当は、なんだっけ、ツツジを見たかったんだけども、ツツジは時期がそろそろ終わりぐらい、終わり、うん、終わりだよな、だったからちょっとうまくは見れなかったんだけど、まあ代わりに、うん、バラのお花がなんか豪奢なものが見れて得した気分になりました。はい、うん、まあなんかもともとね、そういう公園っていうか緑がたくさんあるところ歩くのとかがすごく好きなので、うん、たまにふらーっと行きたくなります。うん、東京はあれだよね、高尾山があっていいよね。実は昔真心18番勝負は劇団員みんなで登ったことがあるんです。高尾山裸足で歩いてる最中に介護の勉強ですかって道行く登山というかハイキングしてるおばさんたちとかおじさんたちとかに声をかけられました。まあ結構異様な団体だったと記憶しております。うん私が多分旗からそういう団体を見かけたら、なんで裸足で目隠しして手引いてもらって山登ってんだって思っただろうなって思います。うん、まあね、でもすごくいい思い出だなって思うから、やってよかったなって思うし、うん、まあね、本当に雪押しは何を言い出すかわからないっていうびっくり箱だなっていうのも本当に思います。うん、なんだろうな、このネタはね、多分真心内では結構言ってるから、昔のポッドキャストっていうかね、あれ、うん、そうだよね、うん、とかを見たら、あ、言ってるって思うと思います。たんびたんび言ってるもんな。うん、なんか聞いたことある人はすみませんって感じですね。うん、まあでも変な団体ですが、楽しく日々を過ごしておりますので、応援していただければと思います。でもって恒例となりました、真心18番勝負情報です。第4回仙川劇場演劇コンクール、6月8日土曜日の15時からスタートになってます。で、真心は、6月8日土曜日の17時10分かな？うん。17時10分から17時40分までが、持ち時間となっておりますので、ぜひぜひ、足を運んでいただければと思います。で、まあ、チケットの件、一応これこの演劇コンクールですね、見るのは無料なんですけれども、いろいろとチケットを取るのが手間だったりとかするんですけれど、その分かりにくいチケットの取り方がですね、真心18番勝負の真心ログブログですねにありますので、制作のおまたんが詳細を書いてくださ、書いてるので、よかったらそれを参考にしてみていただければと思います。うん。で、もう一つ。8月にですね、真心18番勝負の、公演がございます。これは、真心初のミステリーだった、排他的論理話の否定のリメイク版になります。まあ、キャストも変わりますし、いろいろと、変わりますので、まあ、詳細等は、ま、
改めておいおい発表していきたいと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。日時は、時間はまだ決まってないんですけれども、8月の28日水曜日から9月1日の日曜日まで、場所は王子小劇場で行います。はい。本当にいろんなことがあった初ミステリー、真心18番勝負の初のミステリーの再演になりますので、まあ、感慨深いですね、私は。はい。まあ、見たことある人もそうじゃない人も、まあ、リメイクっていうか、まあ、フル特化へみたいな感じになるかと思うので、また、作演室の町山氏は頭を悩ませることだろうとは思うんですけれども、きっと素敵な作品になると思います。うん、なるよ、絶対。なので、みんな時間を空けて見に来ていただければと思います。私も久々にがっつり出ます。はい。ぜひぜひ見てください。超頑張ってるんで、超頑張るので、見に来てください。楽しみにしていていただければと思います。はい。今回こんな感じかな。またですね、いろいろと、情報解禁になっていったら細かいお話とか、こういったことがあったんだよ、みたいな、小ネタとかも挟んでいければと思いますので、楽しみにしててくださいね。それでは、また。